それで、なんでこんな場所にまで出張ってる？あれだけ大勢のアジン族がさらわれたということは、樹海の奥まで帝国の手が伸びたということか。パル、順を追って話せ。ボス、自分はバルトフェルドです。バルトフェルド、話せ。その始まりは、帝国ではなく未知の魔物を引き連れた魔人族によるものでした。防備を整えるためにと、ハウリア族は集落に引っ込むことになったんです。タイミングが悪いことに、帝国兵が現れたのはその時でした。どうやら帝国でも強力かつ未知の魔物が大暴れしたようで、消費した労働力を補充する必要があるなんて言ってやがりました。なるほどな。労働力とか言ってるが、ゲスな欲望が透けて見える。ええ、胸くその悪い話です。カムたちに何かあったのか？帝都に入ってから連絡が途絶えてしまいまして。帝都の周辺で情報を集めていたところ、奴隷を乗せた輸送馬車を目撃しまして、奪還を試みたってわけでさ。はじめさん、大迷宮を優先してください。カムたちのこと気になってんだろ？心配なら心配だって言えばいいだろ。でもはじめさん、結構お前のことは大切に思ってるんだ。俺は俺の全力を使うことをためらわない。私、父様たちが心配です。まったく、最初からそう言えばいいんだ。私そこまでずうずうしくないですよ。